はい、おはようございます。今日はですね、妻のスクルトゥーラー、妻が乗れるようにいろいろこうパーツ交換するっていう第2弾ですかね。もともとズイフト用に購入して、まあズイフトで使ってたこのホイールですね、シマノの RS で、これローラー用のタイヤからこちらのね、シュアルベの、プロワンですかね。まあこう練習用のやつなんで、1本6000円ぐらいのものを海外通販で3000円ぐらいでセールで買ったやつです。まあレース用ではないんですけどね、こちら履き替えさせて、まあ、スクルトゥーラに入れたいと思います。はい、ここはね、ズイフト用のスペースです。はい、そんなことでとりあえず作業に取り掛かりたいと思います。はい、ツールを見ながらタイヤ交換終わりました。スプロケつけて、これからちょっと試走に行ってきたいと思います。はい、ツールドフランス見ながらスプロケット洗ってます。はい、さてスプロケットをつけていきますが、あんまりねこだわりはないんですけど、なんかよく、動画なんかで上がってる数字を揃えるっていうのをやってみたいと思います。はい、終わりました。わかりますかね、ここのね数字を揃えていくんですね。まあそうするとね、うまいこと揃いますんでね。かっこいいね、こうやって見ると。はい、付け終わりました。はい、撮影のために新しく、できた公園まで来ました。妻が乗れるように多少ね変更しました。まずシート、このね中華のクッション性の高いやつつけました。それからまあ私レーゼロ履いてたんですけど、まあちょっとねこちらに履き替えさせました。シマノの RS ってやつですかね、ズイフト用に購入したやつです。あ、ブレーキもちょっと調子良かったね。あとタイヤだ、タイヤこれシュアルベのプロ1、なんだ、練習用のやつですね。まあ、そんなところかな。まあ、ちょっと あとペダルだ、ペダルもね冬ロゴのフラットペダルに変えて、あと私用にパワーメーターつけてたんですけど、普通の元やつに戻しました。105ついてますね。もともとのスクルトゥーラは FSA のクランクがついてましたけど、まあ、こんな感じで妻仕様になりました。以上です。